きチャンネルよっ、こんにちは。さあ1月2日イエーイ、皆さん初詣行きましたか、ね、今年はどんな願い事しましたか、はいはい、さあということで、はい、昨日はセリーグ編やりましたけども、はい、今日はねパリーグの順位予想、うん、はい、ね、香川さん前回、はい、去年、うん、正月の順位予想でいうとパリーグオリックス、西武、楽天当ててました、ね、3つ当ててたんだよ。本当ですね。そうなのに全部変えて、うん、はい、ハムの1個しか当たんなかったっていう。どうしたん俺も正月のやつだったら、はい、西武、楽天、ハム当たってたから3つ当たってたのよ、でなぜか動かしちゃって、はい、西武と楽天変えちゃったのよ。でそんでハム1個だけになっちゃって、だから何気に、うん、正月の予想のままで当たってんだよ俺ら。私も正月の方が当たってましたね。だから見ない方がいいのかも分かんない、キャンプとか。なんか直感でね、うん、行った方が。騙されてんね、はい、キャンプオープン戦見て、うん、だって3つ当ててんだよ袴田さんも。そうです、ね、正月、うん、大きいよね、はい、でね、うん、今年は先生も入って、うん、ね、誰が当てれるか、うん、俺パリーグ自信あんね。あります、うん、の、うん、確実に確実に、うん、よし、いい、じゃあ再開から、はい、いいですか、うん、もう今日はねもう正月じゃないんで、でまだね、ちょっとまだちょっと迷ってるところはあるけど、再開決まってるんですか。再開は決まってる、うん、再開決まってる。再開決まってんだ。再開は自信あるらしいよ。いや、どのチームか気になるな、あのチームかな、気になるな。最下位を決まってるって自信気になるな。いやいや、もう今画面に映りたくない。いや、もう正月早々もうカットカットカット、今のとこ絶対カットしない。絶対あのもうあのリピートしてほしい、リピートね、はい。最下位になってるんですか。最下位は決まってる、最下位は決まってる、最下位は決まってる、最下位は決まってる。もう最高に面白いよね今の ね、うん、じゃあ聞こう。聞きたいですね。聞きたい聞きたい、もうそんなドヤ再開聞きたいよね。行こうよ。俺もでも一番最初に再開を決めたよ。本当ですか、うん、じゃあ行こう、はい、せーの、日本ハム。あれ一つの一つしか聞こえなかったな声が。決まってるって日本ハムだった。じゃあ説明聞こうかな。聞きたいですね、うん、また俺より袴さんのそのドヤ再開のハムの説明聞きたいな。いや、まあ今の段階ではその去年より今年って、うん、今の段階で戦力ダウンなんですよ、うん、近藤がね、近藤選手が抜けたっていうのは、ね、でも藤見来てるよ、藤見、藤見選手来てます、うん、でも近藤選手ってまあ打つ選手じゃないですか、うん、藤見選手もいいけれどもキャッチャーだと藤見選手と宇佐美選手ってまあ使うじゃないですか、うんうん、だからどのぐらいのこうプラスになるかって考えたらやっぱ近藤選手とマイナスの方がガクッとこう来るんじゃないかなっていうところで、だからこう言えば去年に比べての上がり目っていうところが見えなかった、うん、上がり目なしで自信を持って今のところ今のところね。まあでもこね、うん、近藤抜けたのは大きすぎるよね。大きすぎます。出塁率4割がね、うん、抜けるわけだからね。でその中で一気に得点源減るし、うん、まあ先発はねいいけどちょっとリリーフもバタついてるし、うん、ちょっと上がり目見えないよね正直ですね。なんかこうドライチの矢沢くんとかもどのぐらいの活躍っていうのがまだ未知数じゃないですか、うん、そうだね、わからないですよね、うんうんうん、先生は全くないです。もうコメント少ないな、ハムに対して。いやもうしゃあないなと。でもしゃあないよな、うん、このこれあの予想、いや結果は分かんないよ、うん、はい、終わってみたら3位になってるとかね、4位になってるっていうのは、うん、優勝してるとかあるかも分かんないけど、うん、今の時点でハムを6位以外にちょっとできる要素がなさすぎるな、近藤の FM もあって。よく俺がちょっとさハムに厳しいこと言うとさ、佐々木はハムアンチやからって言って、うん、俺どんだけ日本ハム製品買ってると思ってんの。逆に言うアイラブ日本ハムだからね。美味しいですからね、めっちゃ美味しいよ、うん、商品めっちゃ買ってんだから、はい、それ俺好きとか嫌いとかで言わないからね、うん、そうですよ、うん、でもちょっとないよな現状な、はい、まあ、その球場新しくなったぐらいで、はい、あのそんないきなり勝つって予想はちょっとできない、はい、現状でね、そんなハムないですもんね、うん、うん、うん、はい、きついんじゃないですか。ちょっとこれはきついと思うよ。そうですね、あ、うん、まあ、岩本さんの順位予想聞いてみたいけどな。でね、そうですね、この現状 で、うん、で続いてじゃあ5位、はい、続いて、はい、いや今ちょっと迷ってんだよな。迷ってんの、はい、6位は即決だったけど5位は迷ってんだ。
いやもうみんな即決だったじゃないですか。6位、5位も即決だよ俺。5位も即決ですか、はい、じゃあ私も言います。いいですか、はい、せーの、ロッテ。今一人の声に聞こえてる。そうですね。あれ？ちょっと上がり目見えんな。監督変わったからって言って、まあメルセデスをね、はい、取ったっていうところあるけども、うん、いや大まあ、うん、大丈夫かなと思うけど、やっぱ俺あのディッキー・ゴンザレスのちょっと悪夢があるから、はい、うん、ディッキーも巨人では今のメルセデスみたいな活躍で、うん、でロッテに来たのよ。はい、絶対だったのよ。はい、来た時は、うん、だからそこが気になるけどね。そうですね、うん、やっぱあのオスナ投手が抜けたっていうところもちょっと大きすぎて、ヒクナ取ってきてない、ヒクナ取ってきてないです、取ってきてないの、ヒクナ取ってきてないんだ、オスナ出したけどヒクナ取ってきてないんで、そうなんですよね、ちょっとでかいよなってなると、こうプラス要素が、まあ、佐々木朗希投手がじゃあ去年よりはもっと活躍してくれるかもしれないけれども、先発陣を見てもこうバッター陣を見ても、うん、なんか爆発する方ってこうなんか思い浮かばないというか、うんうん、あとなんか国内ばっかりの外国人をまだ取ってこようとしてるから、ガンケルも行こうとしてたじゃん、うんうん、でもまあ多分ソフトバンクに取られちゃうんだけどね、うん、だからそれまた外から取ってこないと、うん、だからそこら辺のね、うん、あとやっぱ打線もね、はい、なかなかちょっと上がり目が見えへんな。そうですね、なかなかホームランバッターもいないし、いだって球場狭くしてんのにホームラン増えへん、どんやねんみたいなね、うん、でもまあ福浦さんが今やりたいことできるようになってるから、はい、まあいろんな語弊な、うん、発音、今ちょっと発言問題あった、だいぶあるんですよ、あんの、だいぶあるんですよ問題ある、今までできなかったみたいな言い方です、ね、でも前の動画でも言ってましたし、ね、うん、やりたいことできるようになったってね、うんうん、やっぱ正直者だから言っちゃうよね。だからそこで改善することを期待ねしたいけども、ね、現状はやっぱり5位よ、和製打線がもしかしたら覚醒するかもしれないけども、うん、今予想で上位しろはちょっと難しいね、はい、先生は、うん、で同じくですね、もうレアのマーティンいないんで、うん、でもいても、だっていても去年全然だっていても全くですし、うん、ピッチャーじゃあ佐々木朗希君じゃあボンベだったってなった時に怪我するでしょう、しかも万が一 WBC とか行ったらやばいからね、やばいですね、うん、多分開幕早々多分いないと思うよ、そう見た時にドラフト見たらショートが多いんで、うん、もうね、どうしたいんかなって、あれちょっとあの佐々木チャンネル見てますよみたいな、なんか寄り添ってきてんな、そうですね、どうしたいのかなって、あ現場とフロントの中で意思がちゃうかなっていう、でまた現役ドラフトでサード取ってきて、そう、うん、何をしたいのかなって、うん、思ったので、まあ、フロントの意向は現状維持でいいんやと思ったので5位にしました、うん、池田ライトいるのに大下取ってみたいな、ねえ、うん、何がしたいのかな、あれドラフト1位で菊池投手でしたっけ、そうだからカブリーズが多いんだよね、カブリーズね、多いです、確かにカブ、そうですね、そうだからこうすごい選手のカブリーズじゃなくて、うん、中途半端なカブリーズが多いから、うん、そこを脱却しないと、まあなかなか厳しいよね現状ではね、さあ次4位、はい、4位完成してる、はい、せーの、楽天、セーブですか、セーブです、これは楽天やな、おいや結局は外国人選手に頼らざるを得ないから、うん、で投手陣はもう高年齢化してるし、うん、あの状況で勝ちきれないから、はい、期待するのをやめたっていう、期待してもらえなくなった。いやだってもう去年でもだって貯金18から借金になってるわけでしょ、ちょっとあれはで一昨年もそうでしょ、夏場やっぱ失速するんですよ、だから体力ないんちゃう、やっぱベテランが多いっていうところもあると思うんだよね、いやそれはありますねやっぱりね、うん、でまあ、安倍が入ってね、はい、そこの上積みはあるけども、うん、結局外国人のやっぱ当たりを引かないと、うん、なかなか厳しいっていうところもあるから俺はもうね、うん、4位にした、4位、うん、西武、西武です、ダメですか西武は、西武は、うん、やっぱり現状から考えると森選手の、うん、そのもう離脱っていうのが、うん、森が抜けて近藤入ってきたらちょうどよかったのね、そうなんですよ、そうしたらもうちょっと上かもしれなかったですけど、やっぱり今のところは打撃で言うとマイナスになっちゃってて、うんうんうん、去年ってやっぱピッチャーがいいチームだったじゃないですか、うんうんうん、その中で打が課題って中で、うんうん、さらに打が1人減っちゃうので、うんうんうん、いい人が、うんうん、やっぱそうなると去年3位だったら今年4位かなみたいなところですね、先生は松井稼頭央さんに代わって機動力野球に変えたいと思うんですよね、うん、でだから走れる選手とか野手とかも使いたいって、うん、でそこがどうハマるのかなっていうところと、うん、まあ、怪我で離脱しないことと、あと平が先発に行っちゃうということで、うん、そのあたり後ろ、うん、誰が出てくるのかなっていうところがちょっと注目かなと、うんうん、確かに平投手の先発ってね、はい、未知数なんでどうなるのかな、ね、僕の個人的には先発で投げて最後抑えて投げてほしいっていう、うん、スーパーピッチャーを目指してほしいです、
です。タイナゲームズやってるんでできると思う。でもそれだったらもう先発から最後まで9回投げたい。確かに全部自分で9回投げちゃえば。はい。ちょっとそこが、はい。ちょっとやっぱ近藤来なかったら痛いね。痛いです。ああちょっとね。あさあ続いて3位です。続いて3位ですね。せーの、オリックス。オリックスです。森加入するけど、やっぱ吉田正尚の穴は大きいと思うんだよね。めっちゃ大きいと思います。やっぱ吉田の代わりを森はできないと思うんだよ、やっぱり同じぐらいは入れたとしてもね。で、多分若月がキャッチャーするときは DH に入るわけでしょ、っていうことは DH の外国人選手を取ってこれないわけでしょ。これ守れる外国人選手で、ここ最近オリックスは外国人選手を取ってくるのがちょっと下手くそすぎる、これどう、ちょっとだって今年もギリギリだからね。そうなんですよね。圧倒的な形での優勝じゃないから、まあ、勝ったことはすごいよ、だから安定的3連覇はちょっと難しいかなっていうところで、やっぱ俺はどうしても1位に上げたいチームがいるから3位、私も本当に同じ感じで、ピッチャー陣って若いし、またオールドルーキーとかいいピッチャーたち出てきてるけれども、やっぱり今年って吉田選手がここぞという時に打つっていうのでギリギリ優勝してるんで、やっぱり吉田選手がいないところで優勝はないかなっていうところで、ってなったら、まあ、でも A クラスに入りそうな戦力だと、ってなったら2位1位に上げたいところがあるから3位っていう感じです。3位楽天ですか。はい、ピッチャー、ピッチャー頑張ってください、ピッチャー課題、やっぱピッチャー課題で、もう高年齢化なんで、野手も、もうそろそろやるやろっていう、辰巳君が今年頑張ってくれたので、来年も頑張るという、ちょっと期待を込めてるのと、まあ、楽天の球場の名前も変わりましたので、まあ、このあたり、ちょっと楽天の選手もピリッとしてやるんじゃないかな。気にならないよ、球場の名前変わって変わってもちょっとやらなあかんな、ちょっと親会社も大変なんちゃうかなっていう危機感を感じるんだよ。よく分からんけど、そうですね、親会社と選手はそんなに関係ないからさ、そうそう、まあ、いろいろあるみたいな、その辺はうまく使えねえよ本当ですよ。でも3位です。3位でも A クラスじゃないよ、もうやってください、やって3位な。どうしても監督業に専念するらしい、そうそうそう、専念だから、そうですよ、3位です。じゃあ続いて、じゃあ優勝1位いくよ。あ、でいきますよ。せーの、ソフトバンク。いやもうこれはもう優勝予想はね、だってオスナ来て近藤来て、はい、逆に優勝予想せえへんやつはもう忖度順位予想だな。そうですね。いや私はもう願望で今年は楽天がやるって言って、1位に、まあ新年だし、したいと思ったけれども。やっぱり新年ね、去年新年で楽天4位にしてますけど、あ、確かにそうですね、でなんかビビって3ヶ月後に優勝予想してますけど、でもずっと1位保ってたじゃないですか、やっぱ戦力整って、途中経過関係ない、マラソンで折り返し地点まで1位だったけどみたいな。去年のあれはもうちょっと歯車がもう噛み合わなすぎた。一昨年もだよ。一昨年もなんですけど去年ね、やっぱ18から借金2で終わるっていうのはちょっとなかなかね、もうあんなことは起こない。でも同士も1位から一気になっちゃう。そうなんですよ、もう同じことは3回は起きない。そうなん、2度あることはじゃない、3度ある3度ない。でもまあこれはもう、でもソフトバンクはしね、これはもう言うね、ダントツ優勝予想だね、はい、これで人的保障で誰が日本ハムに行くかだね。千賀投手が抜けるっていう心配ポイントはもちろんあるんですよ、だから10勝分減っちゃうかもしれないけどだってあれですよ、オスナ投手も入るんですよね。そうそうそう、オスナ投手入って近藤選手入って、なんかプラスの要素があるからなんか不安がないっていう、だから何気に中村晃とか外れちゃうんじゃない、プロテクト上林も怪しいよね。怪しいですよ、何気にね、もう選手いすぎてプロテクトどうなるんだろうってちょっと、だからピッチャーとかでもね、高橋純平とか甲斐野とかね、はい、高橋玲とかね、外れるかも分かんない。好きやからね、新庄さん。意外とビッグな選手がだから人的で行く可能性ありますね。十分ある、十分あるな、それで活躍できる可能性あるからね、まあ、優勝は仕方ないね、仕方ない、ね、これはもう全員が思ってる予想だわね、で俺セーブ2、はい、セーブなんですか、来るよ今年は。その上がり目はどこなんですか。やっぱ山川がね、今年 FA 飛んだよ、はい、やっぱ去年以上に頑張んないとやっぱ値段が釣り上がらないじゃん、はい、やっぱりそんなね、7年50億とか言ってる人いるんで、はい、下手したら7年60億ぐらいになっちゃうじゃん
まあ、今年2冠王でしたからね。あ、だからもっと頑張らなきゃいけないって言って、うん、多分それが空回りしないで、うん、多分身を結ぶと思うんだよね、うん、そしたらもう来年7年70億とかね、はい、7年60億とか、はい、下手したらなるかもしんないからね、分かんないよ、うん、別に西武でなるかも分かんないじゃん、はい、ね、どこ行くか分かんないけど、ね、でも今年去年も山川選手まあいい活躍はしました。1ヶ月抜けたけど、もっと頑張るわ、多分もっと頑張ります。だって7年70億1年10億とかあるから、だって7年50億だからね、はい、7年60億とかいくかもわかんないじゃん、うん、山川もしこれ2冠王とか取ったら、うん、そしたらもうえげつないじゃん。だからめっちゃ頑張ると思うね。確かにそうですね、うんうん、でまあ外崎も怪我なかったらね、うん、いい感じでいけちゃって、ヨーカーがね、はい、来て打線に厚みを増して、うん、あともう外国人に期待して、はい、金子がね終盤良かったんでね、うん、あそこが本当に今ね去年みたいに2割7分ぐらいで盗塁30個できればね、はい、でかいしでピッチャー陣いいわけでしょ、はい、でまあ後ろはねドライがするよ、うん、水上で、はい、水上でドライがするもう、まあ、確かに隅田選手とか佐藤俊介投手とかあの辺もまた成長するかもしれないですね、うん、そう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 、だからもう余談もだからうまくいけば、うまくいけば俺爆発力は、うん、だからセ・リーグはカープがちょっと起爆剤になるかな、うん、だからパ・リーグは西武が、うん、一本間違っていくんちゃうかと思って、うん、俺に、はい、で2位どこですか。2位が私は楽天です、うん、さっき言ったね。いやもう今年はやらないともうダメでしょっていう年、うん、いや去年もやらないとダメだったけどね、毎年そんなこと言ってるよ。いやそうなんですけど、もう今年の多分石井監督のかける思いっていうのは、うん、多分もう本当に多分今年ダメだったらもう立場をやめるんですか。やめる。いやいやそんなことは言ってないっていうでもぐらいの監督選任、うん、そしてドラフトももう高卒一人も取らないっていう、うん、ピッチャーもやっぱ高年齢化っていうところあるけど、庄司投手そして駒子投手とか、うん、もう即戦力で使うぞっていう選手もやっぱ取ってきてるんで、うん、私は駒子投手が今のところ新人王候補だと思ってるんで、うん、はい、その活躍をしてさらに浅村選手も残留したし、うんうん、島内選手ももう安定的な活躍、うんうん、そして辰巳選手がめっちゃ伸びてきてるってところで、あとマイケル・フランコ選手っていうビッグな外国人選手も取ってきてるんで、うん、打線に厚みも増して、うん、厚みも増してぐー伸びても2位ってことで、ね、今んところでもソフトバンクの選手ソフトバンクがねちょっと強いからそれしかないね、はい、うん、で先生は2位は僕はオリックスですね、うん、はい、まあ、優勝ってしたかったんですけど、うん、僕は吉田正尚選手の穴というよりはピッチャーなんですよね、ちょっと不安なのは。で、ね、まあ、山本由伸投手は多分、まあ、いけるでしょう、うん、で、あの時に先発は誰が他補えるのかなっていうところと、2年前ぐらい入賞した時はやっぱり吉田亮とか富山君とか投げてたんですけど、そのメンバー次みんな怪我しちゃうんですよ。で、ウィリアム、山崎総一郎、宇田川、うん、ってなったんですけど、そのメンバーが来年、あ、今年です、2023年怪我する可能性があるんじゃないですか。いや、大丈夫、怪我しない、頑張れる、すごいこいつらで、ワゲスパック、しかもみんな若いじゃないですか。あ、すごい、もう伸びしろしかない、うん、だって宮城で、シュンペーターでしょ、うん、シュンペーター、そうそう、そこで僕言って、ね、だから伸びしろしかない。ここはシュンペーターがカバーするんで、うん、でもやっぱり経験ってところにいいかなと思う、うん、でもこう、なんかまだまだいける先発をめっちゃ多くないですか、うん、これビッグクラブありますね、ちって、うん、ん何ですか本田圭佑今の本田圭佑ですか本田っていうピッチャーもいいですからね、はい、本田圭佑投手はあの西武ですからね。そうそうそう、うん、伸びしろありますね、伸びしろありますね、うん、いやーその辺ですね、だから、うん、ちょっとその辺がどうなのかな、まあ、阿部君も怪我せんかなっていう心配がちょっとあります、うん、そんなこと言い出したらソフトバンクなんてほぼ全員怪我す可能性あるから、下がしっかりしますもん、別に、うん、下から上がってきます、まあ、確かにね、オリックスも下から上がってくる、うん、ちょっといないですよ、シュンペーターしかいないですよ、シュンペーターしかいない、今のところいるやろ、他に今どこいないんですよ。いないの、早く言ってよ、早く言ってよ、いるやろ。これまた言うことがあるんですよ、はい、今年育成ドラマで、あのピッチャー、うん、名前にしもう名前は全然言ってんでも終わりやって、そんなもん、もう期待できひんやん。誰でしたっけ、うん、知らないよ、誰誰誰、大阪経済の僕が言ってたと誰でしたっけ、もう名前、もう名前忘れてんの、ドリーピッチャー誰でしたっけ、うん、斎藤やろ、言っちゃいます適当に言いました、佐伯くんがね、ほら、ほら、佐伯しかってないじゃないですか、十分やろ、佐伯くんが育成からも早く試合会になって、うん、中継ぎの穴を埋めてもらえたら、うん、これは1位と争う可能性はあるんです、うん、まあね、はい、ということで、うん、まあ、パ・リーグのね、順位予想だけど、はい、ほぼほぼ一緒だったね、そうですね、だから1、5、6一緒だったね、うん、うん、まあ2、3、4はね、はい、ちょっと難しいラインはあるけどね、うん、はい、難しいです、うん、で佐藤さんが、ま
だからソフトバンク、西武、オリックス、楽天、ロッテ、日本ハム、はい、中間さんがソフトバンク、楽天、オリックス、西武、ロッテ、日本ハム、日本ハムです。で先生がソフトバンク、オリックス、楽天、西武、ロッテ、日本ハム、はい、俺すごくない？全部ちゃんと覚えて、覚えてすごいよね記憶力、うん、いや、タイムの目にあるのは西武ですね、いや俺が言ったよさっきそれ俺がさっき言いましたそれ俺が言った、うん、あ、そうそう、うん、面白いあれセーブ何位にしてた？4位、4位、タイムです。いやそれ俺がさっき言った、聞いてないんか僕のことです台風の目、じゃあセリーグはカープで、パリーグはセーブなんですもんね、うんうんうん、今のところね、はい、まあ、ということでね、うん、まあ、正月早々ですけども、うん、皆さんのね順位予想もぜひコメント欄に書いてください、はい、ということで今年も良いお年を。良いお年をじゃないですよ、今年もね、今年ももう良いお年をだから良いお年を過ごしましょうですねそう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 、はい、来年良いお年をじゃないよ、はい、今年も良いお年を、良いお年を、うん、皆さん今年もよろしくお願いしますですよ、よろしくよろしくお願いします